立山 TV。 はいどうも、今月の立山爆発ニュースのお時間です。立山市公認のこちらのチャンネルでは毎月月末に立山市のホットなニュースをお届けしてます。では早速最初のニュースはこちら。循環バスの実証実験が立山市内でスタートします。10月1日から来年1月31日まで限定で立山市内の循環バスのテスト運行がスタートします。運行ルートは北エリアと南エリアに分かれ、いずれも立山駅からスタートします。イオンやカインズ、立山市役所などを巡る北エリアと、コメリ、城山公園、渚の駅などを回る南エリアの2つのエリアで循環します。なお一部の便は北エリアと南エリアを直通し、乗り換えなしで運行します。運賃は1乗車200円、現金払いのほかペイペイ払いも対応しています。昼の一部を除き、ほぼ1時間に1本程度は運行されるそうです。2回目の実証実験ということで、皆さんがたくさん乗れば定期運行便になる可能性もありますね。ぜひね、たくさんご利用ください。ちなみに乗り心地やバスの雰囲気なんかは NPO 法人おせっかいさんの YouTube チャンネルをご覧ください。概要欄に貼ってあります。では次のニュースです。新型コロナウイルスの影響で受付を停止していた立山 IT ヘルプデスクの受付が再開されました。 IT 初心者の方はパソコンの使い方がわからないなとか、一度覚えた操作を忘れてしまったってことがありますよね。立山市では毎週火曜日午前9時から11時の2時間、コミュニティセンターで IT に関して何でも聞ける講習会 IT ヘルプデスクの受付を再開しました。基本的なね、 Windows の使い方からインターネットやメールの仕方を IT ヘルパーの方々が丁寧に教えてくれます。事前予約が必要なので、ぜひサイトの方から予約してくださいね。いやー、コロナ禍でね、インターネットを使う機会が増えたのでね、これを機会にぜひインターネットに強くなりましょう。まあ僕はめちゃくちゃ強いですけどね。では次は立山市の施設紹介のコーナーです。テレワークやワーケーションの普及で急速に増えているサブスク型宿泊サービス、立山市では筑波大学の研修所でもある波風立山が登録されています。サブスク型宿泊サービスリビングエニウェアコモンズ、通称 LAC、 株式会社ライフルが運営する LAC は、場所やライフライン、仕事などあらゆる制約に縛られることなく、好きな場所でやりたいことをしながら暮らす生き方を実践することを目的とした共同運営型コミュニティです。ただ泊まるだけではなく、仕事したり地元の方と触れ合ったり、 LAC メンバーとね、交流を深めたりなど、様々な体験が期待できます。いやー、しかし波風立山、とっても綺麗な施設ですね。施設が綺麗だしね、周辺の自然も最高なので、そのまま移住してしまう人がたくさんいるかもしれませんね。ゴーゴーゴー。では本日最後のコーナーは立山市職員さんのお昼ご飯のコーナーなんですが、今回は番外編として立山市の地域おこし協力隊の今日のお昼ご飯。番外編、お昼ご飯、お昼ご飯、お昼ご飯。番外編、今年の8月から立山市の地域おこし協力隊として移植されたのは荒垣さんと北村さんです。荒垣さんはもともと立山にサーフィンの付き添いなどで来てる時に、立山のね、雰囲気が大好きになったそうです。北村さんはね、なんと6年前から立山市で2拠点生活をされているそうです。お二人は地域おこし協力隊のワーケーション推進業務を主に担当されます。お二人ともね、広告代理店でバシバシ働いてた経験が終わりとのことなので、ぜひね、楽しく暮らしながらもっとワーケーションのしやすい街になるよう盛り上げていただきたいですね。さて、お二人の今日のお昼ご飯は立山市乾市にある味どころあさみさんのミックス天丼です。いやー、天丼って本当美味しいですよね。これもう具材がたっぷりすぎてお椀に乗っかりきってないじゃないですか。このボリュームで1300円ですか。ぜひ僕もね、天ぷらを美味しく揚げる練習をしたいですね。ということで10月の立山爆裂ニュースは以上となります。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。